風が強いんだよな。UFO キャッチャーがある。ポケモンとかぬいぐるみ、カビゴン、またポケモンだ。で、ここ右に行くと太鼓があったんですけど、ここなんかすごい、ここスポッチャみたいな感じなのかな。え、休業台もあんじゃん。あれ13だな、多分13。黄色いからね、13で。やば、スポッチャみたいな感じなのかな。なんか別料金払ったらここ入れるみたいな。ほら入れないようになってるから、多分そうだと思う。中にパンチングマシンあるし、やば。おお。あれ、まあ4曲っていうのは聞いてて、1台か。なんだこれ、終了期間未定。あ、なるほどね、終了期間未定で4曲と。おお、すげえ、期間限定。CR ナンバー、結構暗めですね。うわ、なんかすごいいろんなことが書かれてますね。走り回る行為ご遠慮ください。前鉢を閉まってから、前鉢出しながらね、こう歩き回ったりすると危ないからね、しっかり閉まってね。順番、壁や床でのスクロールや空叩きはおやめください。回しプレイ禁止。これでもね、人が少ないらしいですよ、ここは。で、マイバチ、マイスティック、破損紛失等につきましては責任を負いかねます。サハラ南ボール、忘れ物ご注意ください。データの補充はできません。あ、そっちにもあったわ、すごっ。おっ、あれですね、昔のあの2011年版の無印のスピーカー周りですね。おっ、カラフルで可愛い緑色の南京錠、南京錠です。マイナス小です。お、じゃあやろう。あ、やろうと思ったけど、公式マイバチ販売中って張り紙がありますね。5600円、ボーリング場フロントにいて販売中とは書いてないですね。まあ、あ、ここに書いてある、販売中。じゃあやりましょう。感度よ。
じゃあもう一台の方もやろう。そうです、どうも、ありがとうございます。うわ、こっちも暗、いや、こっちの方が暗いな。低音曲、シリアルナンバー、これ一緒ですね、張り紙は。で、デモ画面おとなしい。うわ、見にくい、この文字とかさ、うわ見にくいよ。うわ、ちょっと目に悪そう。ハウスもまあ、ああ、この下がすっぽ抜けてる。あらら。じゃあやるか。あ、で、ここもあれですね。2011年のあの太鼓、あの無印のスピーカー周り。じゃあやりましょう。こっちも音でかい。太鼓。でかっ。痩せられてるからちょっと見にくい。痩せられてる。でもあっちの台の方が痩せられてる。うわ、目が痛いんだ。ちょっとこう、ぶよってる。子供の頃って暗いところでゲームやるなみたいに言われるじゃないですか。だからなんかいけないことしてる気持ちになりますね。めっちゃ精度を取りやすそう。ちょっとなんかブヨってるかも。ここは大丈夫。縦にロール処理やった方がいい。でかすぎて、あの俺の声がね、めっちゃ張っちゃってる。こっちの台の方がいいな。でも大丈夫。ここだね、ここめっちゃ入る。遊べるの。でかっ。で、ここに太鼓のポスターがありますね。あ、ロール処理はあっちの台の方がいいですね。入らないこともないけど。誰かがガンガンやったのかね。そんな感じがするけど。で、荷物入れがスーパーのカゴ。面白い。あ、ショッピングバスケット、ダイソーとかで買ったのかな。あ、ダイソーのシールが貼られてるわ。ダイソーですね。千葉県でも柏のところだと思う。胸キュンやろう。1080ぐらいかな。やりながらだとめっちゃむずい。ちぎった。ちょっと癖があるな。次はウッシーが原宿ドレスを着てる。やばい。
で、ここで会ったリスナーさんになんと差し入れをもらいまして、その子曰く、僕の初めての太鼓の達人の動画がすごい好きで、もう感動して泣きそうですって言ってて、すごい嬉しいですね。いや、俺がね、あんなね、ふざけてね、日々投稿してる動画が感動につながるとは、すごい嬉しいです。僕も感動しました。差し入れ本当にありがとうございます。で、他にもリスナーさんに会ってね、写真を撮ったり握手したり、旧教隊の頃から見てますっていうリスナーさんもいて、すごいびっくりしました。本当にありがとうございます。じゃあ、せっかくいただいたので、冷たいうちにいただきます。いただきます。なんかこの服と色合いが合ってますね。こちらもね、後ほどいただきます。ありがとうございます。そのリスナーさんに、今日ここ来てよかったですって言って、めっちゃ嬉しいですみたいに言われたんですけど、僕もとても嬉しいです。元気もらえます。さっき気づかなかったんですけど、この太鼓の達人のこの画面すごいギューってなってますね。こう潰された感じ。